なぜ、僕がこの場所に今いるかというと、ここ非常に僕にとって特別な場所で、もう普通の会社だと考えられないと思いますけども、こういうふうにゲームセンター、まあ、アーケードを再現してるんですね。会社の中にオフィスなんですけども、もともとやっぱゲームっていうのはかなりアーケードから発祥しているゲームというのは非常に多くて、鉄拳もそのうちの一つであって、で、まあ、そういう中でこのルーツであるアーケードっていうこの熱気、アーケードが放っているやっぱエネルギーっていうのを常に僕ら感じてなければいけないので、まあ、こういう形で、オフィスに再現することで、まあ、僕にとって例えばアイデアを思い浮かべる場所だったりとか、まあ、考え事をするのもゲームプレイしながら、この筐体キャビネットの前に座りながらっていうのは、まあ、日常なので、こういう形で、アーケードを再現している、まあ、そういうエリアです。はい、こちらだいたいこう今ここのアーケードコーナーから向かい側にあるところなんですけど、ここはですね、企画の、スペースから全体が、その米森ディレクターのひげ面の米森ディレクターのところまでがだいたい企画のスペースです。で、今のチームの人っていうのは僕は非常に粘り強い人だと、忍耐強い人だなっていうふうに思います。本当に日々修行をしなきゃいけないような仕事であっても、耐え抜く力を持っている人たちなので、そういう意味では非常に信頼できるチームだと思ってます。この辺すごいですね。この辺全部プログラマー、こっちもあっちもプログラマーです。で、まああんまり細かくは見せれないですけど、みんなこういうふうにですね、バーッといろいろ入りながら打ち合わせをしながら、まあ、激しい会議が行われているというのはなんとなく理解できると思います。ちょっと今ディレクターいましたね。何か小さい会議やってますけど。見つかった。あれはさっき席にいなかった米森ディレクターです。まあ、彼が現場のもう指揮を担当している、もう彼も相当なベテランなので、まあ、彼がいないとゲームができないって言うと、まあ、誰一人抜けてもできないんですけど。そうですね、鉄拳プロジェクトのメンバーは、頑張りすぎて仕様が膨らむというわけじゃないんですけど、自ら首を絞めるくらいみんなのためにいろんなこんなことやろうってこうやろうとするんですけど、それを実現するためのスケジュールが一番厳しいです、ぶっちゃけで言うと。まあでも頑張ってできる限りのいいものにして皆さんに遊んでもらおうと思って頑張ってます。基本的には僕の立場は、常にそうですね、プロジェクトのディレクターマネージメント、ただどちらかというと人やお金の管理というよりかは、僕がそうなんですけども、ゲームのディレクションですね。もうとにかくこのゲームのコンセプト、向かう方向はこうである、ここだよってことを旗を立ててみんなをできるだけそっちに向かわせる。で、向かう時の向かい方、その旗に対してみんながアプローチするやり方はそれぞれの、アイデアと自由だよっていう形で、ここなんですけど、
東京湾の芝浦ふ頭という場所で、もう海のそばなんですけど、僕大体もうずっとねヨットを学生時代からやってて海が好きなので、ちょっと前まで12年間ここに住んでました。で大体ここに来る時っていうのは、まあ、仕事で悩みがある時とか、まあ、あとアイデアを考える時とか、そういうふうにねちょっとぼーっとしたりとかする時にここで休んでます。まあでもとりあえず今日はもうこうやってあんまりぼーっとしてる時間はあんまりないので、早速出かけたいと思うんですけど、 OK Today 鉄拳テイクス東京 Come with me。もともとちょうどね僕が大学を出る前ぐらいにストリートファイターっていうものがあって、であとは僕学生時代から、スポーツすごくやってて、ヨットレースとかもやって、まあ、そこでキャプテンを務めたりして、まあ、競技性って部分と、チームのマネジメントって部分を学生時代から学んできて、そこにこう対戦ゲームっていうものが合わさった時に、まあ僕的にはすごく、生涯の仕事にしたいっていうのがありました。で最初営業で入社しまして、実はでそのアーケードのロケーション、まさにこういう場所ですね、これアーケードのロケーションで、まさに、ストリートファイターとかをこう生でこう遊んでるお客さんをライブで見て、そこで大会のイベントやったりとかしてお客さんからフィードバックをもらってっていうのを繰り返して、いて、でそれをなんとかゲーム作りに活かせないか、僕の持っているノウハウフィードバックを、このナムコという場所でも、活かしたいということで、格闘ゲームを、まあ、もし作るとしたら僕に、させてくださいという形で当時の、会社のお偉い人に話をして、はい、新宿来ました。新宿です、こっちはね歌舞伎町なんですけど、実は僕ね社会人1年目は新宿で働いてました。なんで意外とこの辺は詳しいです。じゃあ今からね特別なちょっと僕が気に入ってる、最近気に入ってるバーに行きたいと思います。こちらこれねピンときますね、これ行きたいと思います。よっ、どうもどうも、乾杯、ヤムさん。どうもどうもどうも、乾杯、ヤムさん。お邪魔しますね、こちら、はい、カプコン、カプコンバーというわけです、ね、はい、見てください、これ、ほらストリートファイタークロス鉄拳、多分料理の方もかなり珍しいことになっているということで、ね、ちょっといろいろ見て選んでみたいと思います。はい、これほらいきなりねもうこういうゲームキャラクターから入ってきまして、これね一狩り行こうぜ、ほんまに、あ、これいいですね、これこれもちょっと興味深いですね、これ逆転裁判、こういうもう各ゲームのこうテーマに合わせたメニューがあると、よくこんなに考えたなというぐらいなんで、お待たせしました、はい、波動拳と雷神拳でございます。食事の方、後からお持ちいたします。はいはい、分かりました、はい、すみません。これが、すごいな、これは、波動拳、こんな感じだ、これがこれですね、これ飛ぶ時の、これ後ろの方のこれが波動拳、波動拳分かりやすいですね、波動拳って感じしますもんね。でこれがカズヤの雷神拳をイメージしてるそうですけど、すごいですね、さすが鉄拳ですね、こういうとこで伝わりにくい、全くこれが雷神拳なのかどうかなのかってかなり分からないです。ちょっと一口だけちょっと、ね、飲んでみましょう。うんうん、美味しい。お、ヨガファイヤー。タンタタンタタタタンタタンタタ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 タ
味しいです。おすすめです。お待たせしました、ブレインケーキでございます、はい、おこれまたすごいですね、こちらのナイフの方でですね、これ、真ん中に刺していただいてですね、ぐさっとぐさっと刺していただければ、おのやいらっしゃいませいらっしゃいませ、ちょっとやばい、ちょっとカメラちょっともう私もこれ危ないよ、これカプコンバーで、いやこれもすごいけどこれ小野です。皆さんお前何でこんなと思うの。もう私にも家族がおりましてですね、いや分かってよ、いやまあまあちょっと座ってよ、よろしいでございましょうか。なんでお前このここ失礼いたします。でここだっていやいやバーでしょ。いやこちらカプコンが分かってる、俺今日はやってるバーでございましてですね、この密着のカメラの取材で、いや何か入ってるな、カメラ入ってるなと思ったんですけど、いや、まさかカメラどこかお前が入っとるから、まさか原田様がいらっしゃるとはもう、いやいや、なんでこう、どうなんですか、何があったの。いや、まあ、お恥ずかしい話、うん、ちょっとストリートファイタークロス鉄拳でですねバグが多くてですねそんなバグの多い商品を作るやつはクビだという話になりまして、うん、いやカプコン厳しい、もうこれがですね、まあそこでちょっとまあ申し訳ないが私にも家族がいると、いや分かってるけど、なんとかできないものかと頼み込んだ挙句にで、クビになっ、開発クビになってここでやっとお世話になることができましてですね、営業で入ってきてる、はい、もうさようでございます、もうじゃあ原田様、ごゆっくり、小野さんが天下りだそうです。申し訳ない、皆さん、こんばんよろしくお願いいたします。いやいや、本当、ちょっとね、まだな、あんな。ありがとうございました。お気に入りのカプコンバーということで、また次のね、とこ行きたいと思いますね。これちょっと、これ持って行こうかなと思います。アーケードってやっぱり100円を入れて、コインを入れて、すぐにやっぱり対戦ができる。まあ、そういう意味では、料理で例えると、コース料理の中の、メインのお皿だけです。メインのお皿だけは突然すごい勢いで出てくる。ここの元のメイン料理のメインの部分って非常に重要なので、これは もちろんそのまま持ってくるんですけど、家庭の場合にはちゃんとそこの導入の、例えば前菜があったりスープがあったり。この辺りですね、どっちあっち、この辺大体アニメーションで作ってるところです。まあ日本ではモーションっていうんですけど、まあ大体アニメーションといえばどこの国でも分かると思いますが、まさにここでこんな感じで動きを作ってはチェックしというのを繰り返してて、もう彼らも結構すごい経験の長いベテランスタッフが揃ってます。鉄拳っていうのは、独特のその押した時のボタンのフィーリングというのがあります。簡単に言うと、押した時に遊んだ時に気持ちいいっていうのが一番最初に来るっていうところが、一番のコンセプトになっています。リアルを超えた超リアルというものを心がけているんですね。一見するとこうものすごくリアルな、存在するようなキャラクターの、まあ、顔をしているんですけれども、ただありえない筋肉量だとかを持ったキャラクターで、漫画と、リアルの間のようなものを心がけています。で、それはアメリカンコミックを映画化した時のような感じで、演出の方なんですけれども、主に演出の方のアニメーションは、各鉄拳のその物語仕様によった演出がありますので、そちらの方に合わせた、今回はタッグ
2タッグなので、タッグのキャラクターとキャラクターのお互いの関係を表すようなモーションキャプチャーを撮りました。今回のタッグはもうただ12年前からようやく復活って言われてますけど、実は今までの鉄拳シリーズでも一番もう完全新作、何かも新しくなっていると言えます。それは何を思って作ってるかというと、やっぱ画面に4人出る鉄拳6の時の描画の2倍なんですよね。普通格闘ゲームって2体しか出ませんので、それを 両方で出せるようにするっていうのは、完全に描画エンジンっていうのを見直さなきゃいけないんです。だからこれを描画エンジンの作り変えます。だって2倍の負荷なんですから。でこれは非常に大変なことで、結局鉄拳6からのエンジンっていうのは使うことができなくて、タッグ2からもう描画エンジンっていうのも全部組み替えましたし、そもそもバトルシステムのスクリプトの部分、まあ、バランスを取るため、まあ、技を入れるためにこう打ち込む、キャラクター制御しているスクリプトの部分なんですけど、これも全部見直しになりました。まあ、そういう意味ではですね、どこに苦労しましたかって言われると全部ですね。もう全く新しい格闘ゲームになってるんで、正直タッグトーナメント2ってついてますけど、とても2とは言えないような、ゲームになっています。はい、でここら辺がですね、もうデザイナーで全般なんですけど、まあ、モデルとか作ってるところですね。モデルでキャラクターのモデルとか、まあ、もちろん顔だとか、を主に作ってる場所で、まさにこういう造形とかをやってる状態です。これとかもそうですね、まあ、まさにゲームモデルをチームです。一番満足しているのはやっぱりこの JC というキャラクターですね。もともとジュリアちゃんというキャラクターなんですけれども、鉄拳6までは割と大人っぽくて知的なイメージっていうキャラクターだったんですけれども、今回覆面をかぶせまして、リングに上がった途端に大胆なアピールをするようなキャラクターに変わりまして、その辺の二面性が個人的にはとても気に入っています。最初にアーケードで増やした時っていうのは、まあ、特に北米とかでは、また欧州のファンの方から、まあ、この2つなんですよね。だいたい欧米で風間純っていうのはすごく復活要望っていうのが一番高かったんですね。昔人気はさほどなかったんですけど、復活要望に関しては間違いなく1位だったので、風間純を復活させました。もちろんそこで、いろんな国の要望を聞いて復活要望の高かったオーガですとか、入れていってるんですけど、チーム全体として頑張ったことはですね、やっぱりその開発するスタッフの人数がとても多いので、ちゃんと一人一人の意見を聞くというか、ちゃんとやりたいことを、まあ、アーティストがやりたいこととかプランナーがやりたいことってあると思うんですけども、それをちゃんと汲み取って、形にすることが一番大事だと思ってます。はい、そうですね。新キャラクター、これはどういうふうに作っていってるのかというと、一つはそのやっぱりユーザーがこんな格闘技が欲しいって言ってるものをベースに、動きから入るもの、そういうアニメーターが、その格闘技なら多分こういう動きができてすごく面白い、きっとこんな戦い方ができるだろう。二つ目は、あれですね、一番僕らがやるんですけど、ディスカッションします。ディスカッションの方式もあまり堅苦しいものではなくて、普通に冗談が飛び交うようなディスカッション、その中でジョークがいくつか出てくるんですけど、その冗談を見逃さないんですね。その冗談も冗談として流さずに、
一応アイデアとしてストックしておく。でそれがいつの日か、一つの面白いネタとなって、まあ、例えばみんなのディスカッションで生まれたのは鉄拳6の時 にすごい人気出ましたけど、ボブっていうあの太ったキャラクター、もうすごく太ってんだけど動きが速い、まあ本当そういうギャップがある、冗談みたいな話ですけど、それをまあ真面目にかっこいいキャラとして作ろう、コミカルなキャラではなくて、太っていて素早くてかっこいい、これを全部実現するんだってやったのがボブ。まあ、例えばそんな感じでディスカッションして生まれるもので、もう一個やり方があって、これは結構いくつかやっぱそういうキャラいるんですけど、私がもうかなり強引なコンセプトを立てる。まあ例えばもう大体この国の出身でこんな性格でこんな人って言ったの、はい、あのビジュアルの人がイラスト化してみてください、なんかみんなそれにアイデアを足してくださいって形で、僕が叩き台を出したものに対してみんながどうしようかって考える。ゲームのコアの部分のシステムを組んでる、スタッフですね、ここでスクリプトみたいなのを打って、実際ここで打ったプログラムみたいなのが、まあ、彼らのところを見るとこちら見るとよくわかりますね、まあ、こうちょっと複雑な何を打ってるかよくわかんないプログラムみたいなのを打つと画面上にいろいろステータスが出て、まあ、これでゲームが正常に、まあ、動いてるかっていうのだったり、チューニングスタッフから来る要望っていうのを受けて、ここでスクリプトを打って直すと。これつまり企画のゲームデザイナーセクションですね。ゲームデザイナーで僕自身も鉄拳好きで遊ぶので、自分自身でも自分でプログラム書いたらすぐに自分でテストしてみますし、あとはゲームデザイナーの中にはものすごく鉄拳が上手な人がたくさんいるので、みんなに見ていただいたりだとか、それはどちらもありますね。鉄拳チームで一番鉄拳が上手い人、それは難しいね。僕がそれを決めてしまうとなんか怒られてしまいそうなんですけど、うん、そうですね、今で言うんだったら多分安田さんっていう、ゲームデザイナーの方がいるんですけど、彼は開発チームに来る前は外でのプレイヤーで、たくさんの有名な大会とかで結果を残している人で、西マスターっていう、リングネームっていうんですかね、プレイヤーネームを持っている人で、名前の通り三島キャラクターを使うのがものすごく上手な人で、なんか彼のプレイは僕自身入社前からインターネットで彼のプレイ動画とか見て尊敬してた人なんですけど、こんなところでこう会うことができるとは夢にも思ってなかったって感じですね。で次に格闘ゲームとしてやっぱり影響を受けたのはどれですかってよく聞かれるんですけど、これはある意味格闘ゲームっていうのはお互いに影響し合ってるとは思うんですけど、我々の場合だとやっぱり最初実はストリートファイターの影響すごく大きいんですね。 3D 格闘にしては珍しくレバーでガードする、そしてボタンが全て攻撃ボタンである、ここは確実にもうストリートファイターの影響ですよね。ここナムコのアーケードです。結構マニアに人気の巣鴨っていうところ、プレッシーキャロット巣鴨店、中入ってみましょうね。ここね、これは鉄拳のライブモニター、これが日本全国だけじゃなくてワールドワイド、アジアオセアニアにもつながっていて、世界中のリプレイだとかランキングだとか見れる結構優れものです。で、ね、こっちがね鉄拳道場の拳道場っていって、大会とかの、まあ、有名プレイヤーのね名前が結構載ってるんですけど、このシリーズになっているフランチャイズが背負っているものっていうのは、何もかもクリエイターが作る発想の新しいアイデアだけで、こう育て上げられるものでは絶対ないはずなんですね。私はそこでフィードバックっていうのを相当重視してます。ユーザーが
次にやるときはこうしてくれ、もしくはこのアップデートするときはこうしてほしい、その要望を叶えてあげるっていうのがすごく重要だと思ってるので、フィードバックの重要性っていうのは多分鉄拳プロジェクトは一番に置いてます。あのバンダイナムコの社食、ね、社員食堂 で基本的に社員の人だけにサービスされてるところで、まあ、結構値段も安くて、一応ヘルシーな健康的なものはあって、で、まあ、あの普段は大体みんなこう仕事の話をしながら、僕がよく言われるのは、あの原さんが食べてる横にいつもだお地蔵さんみたいな、お地蔵さんって分からないんで、ジャパニーズお地蔵さんっていう、まあ、なんだろう、なんかそういう日本で言うとね、海外の人は分かりにくいと思うんですけど、海外ではゴーストとかそういう家に住み着いてるなんかみたいな、地縛霊みたいな、分からない、そういうのが見えるっていう人はいるんだけど、隣の方の紹介をさせてもらってもいいですか。隣っていうのはどこ、どう、はい、あの右隣の右の隣に誰か見えます。もし右の隣に誰か見えてるんだとしたら、おそらく、まあ、よく言われることなので、まあ、僕も慣れてしまってますけど、多分僕の横にいるのは見える人がいたとしたら、ね、あのパリマラソンで、22キロ地点でフルマラソン、22キロも大したもんですね。22キロ地点でね、リタイア、無念のリタイアをしたナルトだと思うんですけど、ナルトが見えてませんか、今隣に。ナルトさんをちょっと呼び出しますので、今からナルトの中の人、ガボーン、だってばよ、アホか。あれってめっちゃ怒られてからだ。え、なんでナルトで、なんでお前リタイアしたの。だからナルトリタイアって書かれてる、諦めたアホからなって言われて、この人は死ぬ気で頑張ったけどね、パリマラソンをね、ニュース見た人いると思うんですよね、欧州の人。パリマラソンをナルトの格好をしてフルマラソンを走るってやったんですけど、リタイアしちゃったから、いやー怒られたね。 そのせいでいろんなところの世界中のニュースでナルトがリタイアって書かれてるんですよ。訂正しろって言われたからね、うん、あのこれはナルトリタイアじゃないんだけど、松山がリタイアしたんだよ。そう、松山ナルトはリタイアしてないからって訂正しろって言われて、いやでももういろんなところのヘッドラインニュースで、ナルトリタイアって出てたんで。ちなみにこの中に毎回来るたびに思うんやけど、入り口にね、気がついたらね、めっちゃでっかい文字で関係者以外立ち入り禁止ってある時から書かれるようになってて、うん、多分あなたみたいな人が紛れ込むからですよ、多分。しかもね、1箇所じゃないんだよ、何箇所でも書いてあるんだよ、多分、うん、誰が増やしてんのあれ。またあいつ来てる。うちはだから、そうバンダイナムコの社員が基本的に使えないんですけどね。この部外者なのでダメなんですよ。この人いつもよくいるんですよ、ここ。結構週に何でも利用してますね、これ。結構いるんですよ。結構いるんで、多分彼すごく声もでかくて目立つので、多分社員以外入るなっていう張り紙がどんどん増えていってるっていうのは、多分この人が原因だと思います。あとこのお客様ボックスの中にさ、最近ちょっとメニューが一巡するのが遅いよって書いてあるの。なんかパックマンの中にちょっと入れてんねやけど、回ってないね。当たり前ですよ、部外者が書いてる。部外者が書いてくれないのかな。それはそう、利用者よ、利用者。利用者ではあるけど関係で社員じゃないでしょ。社員職だよ。ああそうね。あんた別の会社の社長でしょ。気づいた。そんなにメニュー切れなかったら持ち込みなさい。そうやんな。ツイッターをね、すごい、すごいというか、まあ結構どうなんでしょうね、業界でもやってる方なのかな。確かにフォロワーももう何万人もいて、いろいろやってるんですけど、実は僕自分自身から一人でツイッターをずっと一方的に僕だけが何らかずっとつぶやいてるってことはほとんどないんですよ。僕のツイート見てもらえると分かりますけど、そうですね、半分以上が、ユーザーというか僕のフォロワーの人が僕に対しての質問、もしくは提案、もしくは時によっては怒ってたり苦情だったりってことに対して
それに対して答えるっていう感じでつぶやいてることが多いですね。だから決して僕から意見を言いっぱなし、ユーザーから言われてることをは読みっぱなし、読んでるだけではなくて双方向に、やってるようにしてる。今打ち合わせスペースですね。ここで結構みんな、まあ、軽く、まあ、20人ぐらいも集まれる場所でもあるので、まあ、ちょっとした打ち合わせなんか全部ここで済ませてしまうと。これもすごいですね。ちょっと 見るのが嫌になるぐらいこう、なんか折り紙も、これもよくわからないですけど、こうドバーッと。これも見てください。こんな感じですよ。こんな感じです。すごいです。これをみんなで整理しながらどうやっていくかっていうのを考えてやると。そうですね。我々の秘密ですか。実は。結構その PC のゲームとかを僕らこの鉄拳って PC にまだ今のところ、まあ、今回は秘密ですけど今のところ今まで一回も PC ゲームとかに移植したことがないのに実は意外と PC ゲームをすごいやるんですよ。で PC を組み立てるのも趣味だったり PC のゲームでオンラインゲームですね、いわゆる MMORPG とかっていう、はい、ここが、秋葉原です。これね、あそこね、ほらこういういろんなパーツとか電気のやつがいっぱいあって、ここが普段僕がよく来る場所です。で、ね、ゲームセンターもあってゲームソフトもありますし、もう何でも揃えます。僕のだいたい PC をね、いつもここでパーツを買ってこう組んで、まあ、自分で組み上げるというのをやる場所がこの秋葉原です。はい、というわけでここです。オリオスペック、というわけで行ってみましょう。僕ね、一番お気に入りのお店のオリオスペックさんです、はい、でここパッと見てね、ほらここいきなりわからないでしょ。何かこの普通 PC とかだったら PC の分かりやすいパーツあるんですけど、これで、ね、全部ねこうこれねポンプとかなんですね。ポンプとかです。これ分かります、こう水で冷やすやつなんですけど、こういうポンプとかね、これこれはねラジエーターなんです。ラジエーター、もうこういうの見るだけで僕もワクワクしたんですね。僕はでこれだいたいこう冷やす専門で見てください。これこれこれ店長さんです。オリオスペックの店長さんです。アクアリウムから派生して PC のこの冷やすっていう技術にポンプとかいろんなものが使われてるんですよ。だから意外とねドイツ企業のものが多くて、ポンプはドイツ一番ですよね。そうなんです。でビデオカードとか CPU も全部ウォーターブロックっていうのでこう水で冷やすんですけど、だんだんマニアになってくるとそれで性能を最初引き出すんですね。こう性能を引き出すものがいっぱいあるんですよ。こう冷やすもので、冷やすと性能出ますから。ただ最終的にはですね、性能を引き出すんじゃなくてどんどん静かにしたくなります。だからこういうファンをあまりつけたくない、今度なってくるとラジエーターね、さっき見てたラジエーターみたいなのがどんどん巨大化していくと。で最終的に何になるかというと性能じゃなくて冷やすことが目的になってくるんですね。だんだんこう熱をこう PC の中で運ぶっていうことだけに喜びを覚えるようになって、本当は性能が良くて静かで快適なゲームをねできるようにしたいっていうふうに思うんですけど、最終的には冷やすことだけが目的になるっていうね、僕ぐらいになると。だから僕はもう完全に冷やすことしか考えてないです。というわけでちょっとすいません、お会計を5000円が使えないよ。5000円札が使えないといいですか。おこれなんかこれ見たことあんな、これいらっしゃいませ。先生、いらっしゃいませ。いや、いらっしゃいませ。ちゃうよ、お前これ、お前何してんの。はい、こちらですね。お前、なんでここにもおんねん。いや、前の時に。やっぱバイトしてんの。これ前でちょっとさせてもらって。ちょっとカメラ、ちょっと。いや、ちょっと。カメラ、ちょっと。ちょっと、まずいって。ちょっと撮ってください。これが、
オレオスペックさんの新しい、店員さんの、これは、あの、今、これ、これ、これ、500万ぐらいで。なんで500万やねん、高いやん。これ今、ピッて言ったら、これだけで。ピッちゃうやん、お前が売ったやん、これ。いや、これだけで500万。ちゃんと売ってよ、これ。これもサービスしときますから。あ、これサービスだけど、500万円。はい、500万。それが、はい、お前どんな商売したの、 この店潰れるぞお前。結構限定ですもんね。あ、限定なの。違うで、これ限定ちゃう、これ何個もあったで、これ。オリオスペックならではの仕入れの場所から入れましてですね。あ、そうなんや、はい、お前そんな商売するようになったん。もう本来はこれは20個しか作ってないやつをメーカーの方で黙って40個作りましてですね、そのカーボンになった20個でこっちの方を作らせてもらってます。あ、そうなんや。それがレクサス並みの値段すんねんな。あれはもうガリガリ動きますよ。いや、これは動かんでしょ。俺こんなラジエーターが動くって聞いたことないよ。ガリガリもう多分ね、99度ぐらいのこうポンプでこうガーッと出し続けますから。そうなんや、うん、いや、なんかマジで僕ここでちょっと働いたら多分少なくとも20年ぐらい働けると思います。あのパラダイスなんでね。ちょっとね、5000冊は使いませんけども、はい、いや、5000冊、いや、ほんまに使われねえんだよ。1万円札しっかり持ってやっていただければ。あ、そうですね、あの一応キャッシュカードでお支払いもできるということで、はい、これデビットカードですね、キャッシュカードです、はい、デビットカード、デビットカード使えます。キャッシュカードヨーロッパの皆さん、ぜひあの100ユーロいっぱい持ってきていただいて、はい、でこれあの皆さんね、これおの呼び出しベルです。これをね、いらっしゃいませ。ありがとうございます。あの、つけときますか。あの、社長には言っときますか。わかりました。ここはもう、そっともらうわ。お前、袋かなんか入れてくれへんの。これで秋葉原歩いたら完全犯罪やんか、こんな。ほな、またな。店長万引きです。お前ふざ、お前ふざけんだよ。今の一番面白いやん。ただ皆さん考えてみてほしいのは、今まで例えば鉄拳シリーズなら4000万本以上売れていて、ストリートファイターも3000万本以上売れていて、なかなかね、シリーズごとに数百万本売れるゲームジャンルってそんなにいっぱいはないはずなんですよ。で、格闘ゲームって狭いって言われてるのにそれだけの数が出てて、意外とそういうファン層もいるんですけど、でもやっぱり同じジャンルの中でこれほどまあ、何でしょう、ライバル関係、やっぱ対戦ゲームってところはそうなんですよ。ライバルでどっちが強いみたいなことを語られるゲームってあんまないと思うんですよ。でこれは実は当てはまるゲームジャンルって他にも実は結構あるんですよ、ちゃんと考えていくと。格闘ゲームだけが特殊に見えるのは、おそらく格闘ゲームというものが日本という国で格闘ゲームタイトルのほとんどが作られてるからで。あいつ誰でしょう。これは僕のペットの、柴犬で、これ平八くんと言います。名前平八くん、あの鉄拳の三島平八のから名前取った平八です。ね、結構可愛いでしょ。これこいつをいつも、こうやって散歩に連れてきています。で、だいたいね、この場所はそもそもどこかというと恵比寿で、恵比寿のガーデンプレイスという場所なんですけど、これちょっとあのモダンな建物で、まあ普段よく行くあの写真美術館みたいなのもあって、あのこれ僕の普段生活、最近あと新生活を始めた場所がだいたいこの辺です。で、まあ実際にはここが本当のお気に入りというわけではなくてね、僕実は結構別のまた場所がお気に入りがあったりするんですけど、まあそこに行くまでにちょっとこいつの散歩をしながらちょっとそっち行こうかなと思いますんで、じゃあ行こうか。行こうか、平八、行こうか。ここに入っていきますと、なんとじゃじゃん、こんな感じでサウンドのスタジオが実は車内にあるという。で、こう左に入っていくと、ここ、これ見てください。じゃじゃーん。ちゃんとこう業務用のアーケードの筐体キャビネットもあるんですね。で、こうスタジオのいい音環境だけじゃなくて、こういうスピーカーから鳴るものの音とかまでちゃんとここで聞いてチェックするという。お気に入りのサウンドエフェクトはそうですね、
やっぱりパンチ音じゃないですかね。やはり、格闘シーンがすごく多くて、こう殴る音とかこういう動きの音がたくさん必要な映像でしたので、実際フォーリーつけていただいて、やはりこのすごくリアルな映像に対して、音からのそのリアルさのアプローチというのがすごく強く出すことができたんじゃないかなと思います。鉄拳1の音楽性を12年前になるんですけども、その音楽性を今もう一回再現したらどうなるかっていうのをテーマにやっています。前回の鉄拳タッグ1もそうだったんですが、クラブミュージックを軸にしてゲームミュージックをこの今回の鉄拳に合わせるように作っているので、そのクラブミュージックを軸にしたところがすごく好きですね。じゃあね、次は僕の、本当のお気に入りというかね、この場所です。これちょっといわゆる日本でいうとこの、まあ、日本でいうところとか日本の神社ですね、恵比寿神社というところで、まあ、ちょっと近所にあって、僕結構ここ気に入ってるんですけど、なんでこういうの好きなのかっていうと、僕は実は育ちは奈良なんですね。子供の頃奈良県っていうところで育ってて、これよりももうなんだろう、もうドーンって何十倍も大きいこういう神社みたいなところに囲まれて育ったので、こういうとこが好きです。はい。で、まあ、ちょっと中にこれはね、作法としてこういう感じでこう手を清めるんですね。こう手を洗ってです、ね、これは先ほどのお賽銭です。でこれを入れると、でこうでこう息をしてという感じでね、お願い事とかを、まあ、本来するんですけど、まあ、僕は基本的には神様にお願いするのではなくて、まあ、自分で頑張らなきゃいけないので、基本的には神様にお願いする時間があったらちゃんと仕事を頑張りましょうというのが僕の本当は、まあ、基本です。まあでも一応ね、こうやってざっくり回ってきましたけど、大体そうですね、今 見たら分かると思うんですけど、まあ、ここフロアだけでも正直言うと常にもう今は100人以上ですね。もう正直関わっている人間だけで言うと200人近くが、鉄拳の、まあ、鉄拳一つだけじゃなくていろんなことやってますよね。いろんなプラットフォームでいろんなことを同時に展開しているので、もうこのフロアほとんどが鉄拳、ある時は半分ぐらいはソウルキャリバー作ってたりとかってするんですけど、まあ、こんな感じで我々チーム全体やってます。はい。僕は求められる限りは存在すると思います。ただし結果論、誰にも求められないのであれば、姿形を変えるというよりかはこのジャンル自体がまず一旦は一度なくなるのかもしれないですね。ただ今のところご存知のように面白いことにですね、アーケード文化がなくなってオンライン化が進んだのにかかわらず、格闘ゲームの大会っていうのは昔より増えてるんです。15年前よりもの格闘ゲームがすごくこう盛り上がり始めた時よりも15年後の今の方が格闘ゲームのこうみんなが集まってる大会って増えてるんですね。まあ、この事実っていうのは一つ面白い未来を示してるんじゃないかなというふうに思います。というゲームセンターです。これね、ほらこっち見てください。わっ、これが、今鉄拳の最新版のアニメでみんなが対戦している風景なんですけど、これちょっと海外のスタイルが違うのは、海外はこう横に並んでみんなで対戦すると思うんですけど、日本の場合は
向こう側、この筐体の向こう側の人とこう遠い面でこう向かい合って対戦するっていうのがオーソドックスなスタイルで、まあここの手前で今やってるこの2人、この一番手前はこれワールドチャンピオンのノビですね。でここ非常にもう鉄拳でもかなり今盛り上がってる鉄拳のメッカみたいな場所です。彼らとね、ちょっとね、この100円で、ちょっと対戦を挑んでみたいと思います。まあ他のいろんな人もいっぱいいるんで、ちょっと対戦をね、この100円かけてやります。じゃあちょっと行きます。鉄拳歴5年半ぐらいになります。で、好きなキャラは三島系なんですけど、全然自分じゃ使えないんで、まあ、ちょっと今練習中です。今原田さんと鉄拳作ってる原田さんと対戦してるんですけど、ちょっと普通に強いんで、てかちょっと今日の技結構使う。いやなんか普通なんかせこいっすねこの人。いやなんかフェンとか普通にめちゃくちゃ強いんですけど、なんか攻め方がうまいんですよ。普通にうまいじゃないですか。びっくりしましたよ。いやいや、オートの方が強いですよ。今日朝から、東京ずっと回ってきましたけど、どうでしたでしょうか。だいたい僕の生活とか、まあね、いる場所とかお気に入りの場所見てもらったと思います。We are カメラは確実に映りに来てるやん。カメラはやめる。